アルスフの戦いは、第3回十字軍の期間中、イングランド王リチャード一世が、アルスフの地でサラーフティーン率いるイスラム勢を破った戦い。1191年7月にアッコンを占領したリチャードは、その後圏悪になったフランス王フィリップ二世が帰国したことで、エルサレムの再奪回を阻止しようとするサラーフティーンと単独で対決することとなった。 エルサレムを攻撃するためにはまず地中海沿岸の港町ヤッファを奪取しなければならなかったリチャードは1191年8月学校を出発して海岸沿いに南進を開始した。9月7日にこれをヤッファの北アルスフで迎え撃ったサラーフッディーンは十字軍の騎士を誘い出すためにまず景気兵による突撃を繰り返した。十字軍側は前衛をテンプル騎士団が 防衛を、ホスピタル騎士団が固めていた。リチャードは騎士による反撃をできるだけ遅らせ、イングランドのクロス防隊による撃退を試みたが、この間ホスピタル騎士団は、イスラム勢の弓騎兵により大きな損害を被った。ホスピタル騎士団の騎士たちはもはや反撃の命令を待つことができず、サラフティーンの右翼に突撃した。これを見たリチャードはすぐさま後に続き、テンプル騎士団も、 敵の左翼に突撃した。不要打たれたイスラム勢は打ち破られ、サラーフッティーンは退却を余儀なくされた。9月10日、リチャードはヤッファを占領し、エルサレム攻撃のための準備を開始した。1192年には、ヤッファ奪回のために襲来したサラーフッティーンの撃退に成功したが、守りの固められたエルサレムの奪回は最後まで実現できなかった。 ありがとうございます。